半米川先生です。この投資方法はですね、ちょうどマレーシア航空機が撃墜され、僕が乗ろうとしたときに、撃墜されたときに開発した複利投資のね、完全自動売買で、私がね、お金に不自由しなくなったという、完全自動売買を開発したんですね。で、MT4 のロシアの会社と揉め事があって、それでね、MT4 の口座ありますね。それで EA なんか自分で出品したり販売ができるんですけども、下のリンク先なんですけどね、の EA なんですけどね。それでね、向こうが怒ってきてね、完全自動売買の展示とかいうので、無限に稼げるんでね。で、戦争を売ってきたんですよ。ただね、爆発しちゃったんですね。それから3ヶ月後にね、マレーシア航空機、私乗ろうとした、ね、まあそう怒ってきて、戦争を売ってきたんで、ね、驚いたんで、安全を第一に考えてね、動きを止めてたんで、乗らなかったですけど、マレーシア航空機を撃墜されたんですね、私が乗ろうとしたやつを。それでね、それからね、不安を強くして、で、そういう事件があったよということを発表してね、教えてね、僕ので、攻撃できたんだよということを発表してね、下のリンク先に載ってる EA ですね。まあ、発明ですね。無限に稼げる完全自動売買ですね。で、完全自動売買だと簡単なんで、稼ぐの、お金稼ぐの簡単なんで、攻撃し、ね、してきやすくなるんですよ。それでね、マニュアルでね、この手入力で通して、複利計算ですね。例えばここあるんだけど、36ヶ月で1万2000の資金が235万になる。ね。60ヶ月、5年間で5460万なんですね。それから96ヶ月で8年間ね。で、61億円になります。僕のこの自動売買のね、家だったね。それで、10年後は、なかった。96兆1417億円になるんですね。10年。このね、こういう成長になるね、利益に成長なる家をだいぶ前に僕は開発して発表してるんですよね。で、戦争を打ってきて本当に撃墜されたよということを証明するために、EA を展示してるんですね。合成じゃないんですね。そういう EA を発表してるんですね。皆様方にも提供してるんですけど、稼げないようにはなってますけどね。同じ動きします。だから、ライブでは使えないようにしたりとかしてますのでね。まあ、どん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 増えていくんですよ。こう。で、複利なんで、どんどんどん資金を全部積み込んでいくんですね。それでは勝って、それでは勝ってていくんで、どん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 成長していくんですね。で、今回今4ヶ月目なんだけど、全く同じ投資方法なんですね。私がだいぶ前に、何年前も成功して、発明した。無限に稼げる自動売買ですね。を発明して。で、保安を強化して、また飛行機撃ち落とされると大変なんで、ね。で、まあ、家を発表してから、その家をね。で、どんどん増えていくでしょ？下のリンク先なんですけど。で、今、自分でやってると。
マニュアルでやってる、ね。自動売買だと簡単に稼ぎすぎるって言ってね。まあこれ、僕は自動売買じゃないんで、1割ずつぐらいだと思うんだよね、稼ぐのがね。今だけど 14% ずつですね、4ヶ月目ね。本番でやってるわけです。たった資金1万2000円でね、今2万越したんですね。2万越したんですよ。このね、投資方法ですね、その僕が発明した無限に稼げる自動売買が使えなかったのは、戦争でやられたんで、自重したんですね。それで稼いでないということなんですね。で、しょうがないからバイナリーオプションの方で、まあ1億円投資家としてね、働いてたんですね。で、FX の方は、こういうふうに、だいぶ前にこの無限に稼げるというのは発明してるんで、下のリンク先見てくださいね。その、完全自動売買 EA がね、僕が発明したやつなんですよ。その方式でね、自動売買でやると攻撃しやすいんですよ。実際のお金で投資するとね。無限に稼げるから。だから、10年間で、これ見てくださいよ。10年間で96億円になりますね。あ、96兆円。96兆、ね、1417億円ですね。これ、こうなっちゃうんですね。だから、自動売買だと簡単に稼げるんで、攻撃されちゃうということ。しょうがないんで、マニュアルでやって、不安を強くして、我慢して、今までいたということですね。不安を取れるまで、みんなね、知らん顔して全然助けないんですよね。それで時間がかかったんですね。で、しょうがないから、自動売買は簡単に稼げるんで、攻撃が簡単にされてしまうということですね。だそういうことで、マニュアルで今やってお見せしてるわけです。実践をね、本当のお金でね。さあ、10年後、今の調子ですと、ね、96兆円になりますよと。僕の資産がね。ということを今、ミスもあるかもしれないんだよね。一回先月ちょっとミスって 20% ぐらいずつ上がってたんですよ。やっぱり手入力だからマニュアルだからミスするんですよね。自動売買がダメなんだから、簡単すぎてね。攻撃されちゃうんですよ。ね。だ簡単に稼げちゃうから、もう他の人ずるいよね、全然ね。ヘボはいいのかっていうんで、自動売買使ってね。その、プロはね、やらせてくんないんです、自動売買。やると、飛行機打ち込んでくんですね。そういうことをよく知っていただきたいという、簡単に稼げるから。下に、その、完全に無限に稼げる EA を開発してるんで、大昔にね。それをちょっと見てください。大昔というか、前にね。これをぜひ見て、リンク先から見て、画像を見てね、勉強して。その方法と全く同じ投資方法をしてます。マニュアルで、その代わりね。ということですね。どうもありがとうございました。私は2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて世界一となり1億円近く投資をしておりました。世界バイナリーオプションスペシャリストの半前雄先生でした。